はい、こんにちは、ビッグボーイです。ボールアウト4、続きやっていきます。正式にインスティチュートの責任者、最高責任者になって、理事会の会合をやってきたんで、ファーザーとお話をする。っていうことで、アドバンスシステムの近くに来てるけど。ああ、揃っているな。理事会に出てきたのか。はっきりと意思表示されただろう。彼らにとってあからさまな敵対行為に加わるというのは苦渋の決断だった。そっちはどうだ？彼らの決断に賛成か？主人公なら B を選びそう。誰が相手だろうと攻撃するのは間違いだと思う。手をこまねいていればこちらが滅ぼされるということはすでに明らかなはずだ。迅速な対応がこちらの立場を守る唯一の道だ。父さん、あなたが当初インスティチュートにたどり着くためにレールロードと活動を共にしていたことは誰もが知っている。違うぞ。あなたと彼らとの関わりの深さは繰り返し疑問視された。誰によってかは見当がつくはずだ。問題は現在彼らに対してどういう立場を取っているのかということだ。味方だと考えているのか。ファザー、私を支援してくれたのはレールロードではなく BOS です。そんなことが重要か？何をしつこく知りたがってる？明白だと思わないか。インスティチュートの連邦内での立場を揺るぎないものにするためには、レールロードを抹殺する必要がある。完全にだ。我々の第一の地上工作員であり、以前レールロードと接触した経験を持つあなたが、これを実行する最もふさわしい立場にある。そこでこっちが知りたいのはこれだけだ。彼らを壊滅させようという気はあるか？ X。 他の解決法があるはずだ。もっと暴力的じゃないやり方が。もうためらっている時ではない。断固たる行動が必要だ。それも今すぐに。やってくれるか？どうしても抹殺したいの？本当に必要か？残念だがな。楽しいことなど一つもないが、やらねばならないのだ。インスティチュートのメンバー全員の安全のため、今すぐに。やる気はあるか？嫌ですって言ったらどうなんだろう、これ。彼らをそんな目に遭わせる気はない。彼らが望みのものを手にするためなら、あなたを含め、我々全員を殺すであろうことを知っていてもか。悪いがこれは命令だと思ってほしい。やらねばならないのだ。彼らを抹殺したら報告してほしい。はい、選択の余地はありませんでした。ただ、すでに敵対関係にあったから、倒してるリーダーがすでにいるな。やってきますか。はい。本部突入からの大量虐殺というかね、もう倒してるんだよね。何人かは。で、今回のクエストでその、あれだ、倒れなかった人がいたから、その人たちを倒せってことでしょ。はい。左遷。ってことはさ、多分 BOS も倒してきてねってなるな。どう考えても。ミニガン持ってる。はい、完了です。あっけない。本当にあっけないな。ファーザーの一番でかいのは、その、レールロードと行動を共にしていたってのは 100% 違うけどね。BOS ですがな。それで、仕事は片付いたのか。気の毒なことをした。辛い仕事になりそうだと分かっていたの。X いや A。 ああ、きつかった。本当に他の道は選べなかったのだ。彼らの狂信ぶりがそれを許さなかった。分かりきっていることだが、インスティチュートが直面する脅威があと一つだけ残っている。ですよね。 BOS ですよね。何のことだ、最後の脅威とは。やれやれ、それほど分かりきったことでもなかったか。 BOS はテクノロジーをやたらと欲しがっている。そして我々と平和的に共存できないことを明確にしている。いずれは我々に襲いかかり、長い年月を費やして作り上げたものを奪おうとするだろう。こちらが滅ぼされる前に彼らを滅ぼさねばならない。なんか本当にミニツメが蚊帳の外にいるんだけど、BOS はね、つい最近まで仲良しだったからみんな生きてるわ。うん。滅ぼす、具体的にどういう意味だ。連邦にいる全ての BOS の軍隊を全滅させるという意味だ。だが BOS の難しさは彼らが連邦の中だけにいるわけではないということだ。ここで彼らを潰すだけでは十分ではない。世界中には彼らの仲間がまだまだいる。その連中もこちらに襲いかかってくるだろう。ならばここで戦ったところで最終的にはこちらが潰されるだろう。必ずしもそうとは限らない。こちらに干渉すれば、彼らが非常に価値を感じているテクノロジーそのものが彼らの敵になるということを彼らに見せる。こっちはどこでも好きな場所に一瞬で姿を現すことができ、彼らには阻止しようがないということを教えるのだ。彼らももう一度我々に干渉しようとは思わなくなるはずだ。ああ、つまりとにかく攻撃を仕掛けるんだな。つまりとにかく彼らに攻撃を仕掛けるんだな。さすがにもう少し複雑な計画がある。ドクター・ワトソンが彼の研究室で待っているはずだ。詳細は彼が説明してくれるだろう。時間が一番大切だ。エアシップダウン。待て、この今のさ、プリドゥエを爆破してたよな、飛空艇。そっか、結局反抗勢力には鉄火を持って叩けと余剰電力は能率と生産性の向上に転換されるべきだな。ドクター・リーを BOS に戻してやった意味がなかったなドクター・ワトソン、何か必要なものでも。ショーンが時間だと。そうか、ついに来たようだな。すぐ行った方が良さそうだな。行こう、ロザリンド。ショーンが時間だと。今まだロボット工学部門から送られてきたコードの修正中なのに、アルゴリズムがめちゃくちゃでピーク効率に近づいてすらいないわ。分かってるさ。でもこの件は素早く動かなきゃ。現場の作業のほとんどはドクター・オーマンがやってくれたから、基本的な部分は彼女が説明する。いいわ、ありがとう。これって本当に興奮する？それとも私だけ？ BOS の主な活動場所は空港だってことは知ってるでしょ？ああ、承知してる。よかったわ。彼らの知能がもう少し低ければこんな話をすることもなかった。単に人造人間を使って彼らを包囲すれば済んだのに。でも彼らはバカじゃない。バリアを生成してこちらが転送装置経由で潜入するのを防ぐことに成功してるわ。ほう。どんな種類のバリアだ？どんな作用が？複雑な信号を全てジャックしてるんだ。こちらの転送装置が発するようなものを含め、それにより接近できなくなってる。だから彼らの野営地に隣接したエリアは立ち入りができない。ただ空港全体が保護されてるわけじゃないの。私たちがあなたを空港の端のある地点に転送し、そこからあなたが侵入して生成器を破壊することはできるわ。ほう、というかもう有無も言わせず攻撃は確定ね。何はともあれサプライズの要素はあるわけだ。その通りよ。不意をつくことができれば奴らが本格的な守りを固める前にいくらか時間の余裕ができるはずよ。生成器が一つ破壊されるごとにこっちは人造人間を送り込み、さらにそちらに有利な状況を作れるってことだから。それと、あ、忘れるところだった。これを持って行って。ん？これはきっと気に入るわ。これはまだいい名前が思い浮かばないけど、要するにビーコンマーカーを設置してくれるものよ。どこであり着地すればこっちはその信号を追尾し、その場所に直接人造人間を送り込める。危ない場所があればそこに直接人造人間を投下できるわ。数が少ないから有効に使って、湾に投げ込んだりしないようにね。はい、なるほど。それはいい。感心したでしょ。いえ、ありがとう。それがいいと思って。でもとにかく助けになれたなら、あなたの本当の仕事はリバティプライムにたどり着くことよ。それが何なのかは知ってるでしょ。ん？なんだそれ。なんだっけ？リバティプライムってなんだ？エマンが説明してくれるわ。おお、いいとも。リバティプライムは戦前に軍が行った実験だ。BOS がキャピタルウェイストランドに移住した時に発見した。彼らは一度もそれを稼働させることができなかった。ドクター・リーの協力を得るまではね。ほうほうほう、ドクター・リーね。彼女にそこまでの影響力があったとはな。ああ、あれを自分たちの元へ持ち帰れただけでも彼らにとっては成功だった。察しはつくだろうが、その彼らが次はそれを使おうと考えた。現在ドクター・リーはリバティプライムの全てにアクセスできる状態にある。言葉通り全てだ。全部メモしてあるわけじゃないが十分だよ。こっちはそいつに何ができるかも、それをどう利用したらいいかも分かってる。私たちは自分たちの知識を全てまとめ、過去10年に彼らがリバティプライムに何をしたか、私たちなりの推測に基づきいくつか修正を加えた。そしてこの部分は私の考えだけど、リバティプライムの中に直接ウイルスを持ち込めるよう改造した人造人間に全てをアップロードしたの。この子は無防備で攻撃を受けやすい状態になるから、やられないようにちゃんと見ててね。いい？オッケー。リバティプライムを味方につければものすごく有利になる。プライムは歩き回ることもないし命令も受け付けないけど、武器と照準システムはオーバーライドされるわ。そして彼は間違いなく彼らの航空機を連邦における最初の共産主義者の標的とみなす。だからそっちの最終目標は突き詰めればとても単純よ。ロボットにたどり着き人造人間が仕事をする間そのポジションを守る。ああ、それと全てが爆発する前にそこから救出するから心配しないでね。何か質問があるなら今がふさわしいタイミングだ。特にないなら彼らが上の転送装置で待っているはずだよ。B プランはあるのか？ B プランはあるのか？本気で聞いてるのか？いや、これが全てだ。心配するな。うまくいくよ。何か質問があるなら今がふさわしいタイミングだ。特にないなら彼らが上の転送装置で待っているはずだよ。 OK です。質問はない。始めよう。分かった。幸運を祈る。君が上に行くと伝えておこう。パラディンダンスだとかとも行動を共にしていた頃が結構あったけど、もうね、インスティチュート側にはついちゃったんで。これね、どう見てもプリドゥエンだよね。バーンってなってるよね。で、これ装備しとくか、ビーコン。さて、じゃあ、重装備になろう。パワーアーマー持ってこよう。フュージョンコアは今41個も持ってたか。40個も持っていく必要はないけど。まあ、いっか。で、現状ね、持ってるパワーマンの中で強いのはこれだと思うな。入りの。はい、これでいこう。コアは今、50%。で、これね、コアを消費して、よいしょっと、若干のジェットバック効果もあるパワーアーマー。さーってね、BOS と戦争に行きますか。そっか、転送装置と言ってたから、エレベーターに乗るわけか。さあ、転送ね。転送開始。到着。あ、確かに近いね。おお、あった。さあ、ごめんなさいね、BOS さん。裏切り者です。敵アイコンがついてる。ちょっと一丁呼んでみるか、ビーコン。あれ、なんか来たかな。エクスペリメント、これ強え。そっか、エルダーとも戦う羽目になるか、これだと。待て待て待て、ジェネレーターを破壊する。すげえ、めっちゃ敵いる。お、なんだ、音がバグってるよ。マスター。オッケー。そんで、開けたはいいけど、これね、パワーも入ってるとね、目標地点がちょっと、位置関係分かりにくくなるんだよね。上か。このセキュリティゲート開けた意味ないや。あら、弾がなくなった。ちきしょう。過激な会話。俺の過激な会話は強いぞ。あれ、伝説だけど武装解除した。あれ、何も持ってないや。ベルチバード、ほい。汚い花火だ。やっぱね、ビッグボーイ脅威だわ、このランチャー。ダイヤモンドシティなんて場所に売ってたけど。おお、来てる来てる。待って、まだ別の箇所があるな。オラオラオラ。ここにはいない。これ上登れんのか。おお、ついてきた人造人間。おっとっと、なんか管制塔みたいなところ来ちゃったな。これか。これは破壊か。オッケー。残るは一つ。さてさて、なんかニックもさ、インスティチュート側として今戦ってるからさ、なんか様になってるよね。これだ。あ、こっちもパワーアーマーだから硬いぞ。あ、でもパワーアーマー相手はやっぱ硬いわ。あら、なんか今の見覚えあるやつだな。で、ここめっちゃ敵いる。これ弾足りるかな。過激な会話。プロクターイングラムだ。オッケー。お、硬いよ。お、ランチャー持ってる。オッケー。近い、その距離は近い。で。ああ、もうこういう時はこれだわ。待って、ここ敵多いな。パラディンコマンダー。で。ちょっと待って。ああ、これだわ。ポッ。完璧。ミニガンが激しい。オッケー。ちょっとさ、あ、いて、ミニガンを持ってるならいただきたい。ちょっとやばい、ダメージがやばい。これもうビッグボーイマシマシでいこう。あ、ここにいたのか。え、オッケー。ちょっと食らった。はい、すんげえ数いる。今までで一番敵の数多いんじゃないか。もう一発いってみよう。これ、ああ、敵が多い。これ人造人間にヒットして敵対かしないか心配なんだけど。よいしょ。オッケー。あ、鍵持ってる。だいぶ片付いたと思うけど、弾がすげえ減ったな。あれ、まだいる。移動を検知。興味深いですね。まだいるわ。オッケー。まずいな。フュージョンコアが切れる。追加。痛い。遅い、早く入ってちょっとビーコンタコパラディンじゃあったやべえ発射お前なんだお前はこんなに敵いるか過激な会話無限脇ではないよなビッグボーイだ食らえリロードしてねやばいやばいあてか左手が壊れてるよいしょっと場所ミスったよいしょっとすげえなでもパワーアーマーは硬いなよいしょっと OK 上かこのボタンなんだあー上がったこれリフトかそこにいるのは誰だ BOS が長く繁栄しますようにあとこいつぐらいかよしおっと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 っていいよし片付いたでしょいや多かったなこっちはそのままなんだあフュージョンコア持ってるおこれよく見たらバカでかいこれパワーアーマーっていうかあこれがもしかして言ってたなんて言ってたっけ兵器で敵は全滅させたから止めに行かないと開かない素晴らしいここは開けてこの上かあそうだこれだこれ壊してなかったんだおおオッケーまた敵が来てるそうこれだあれこれさっき破壊したけどなさてなんだなんだすげえすげえ撃ってるすげえ上撃ってるでだいぶ多分今までで一番敵勢力の多い戦闘をしたけどちょっと死体から弾とか漁んないといけないのでそれじゃあ今回ここまでにしてリバティプライムに到達すると次回多分ねこれが落ちるねそれじゃあ今回こんなところではいご視聴ありがとうございました。